本勝負。まずは赤コーナーレッドゾーン第1位で通過しました豊田真奈美選手です。さてまずリーグ戦、こちら5勝1敗1引き分けという結果で終わったわけなんですが、そのあたり振り返って一言お願いします。そうですね、自分としては全勝で行きたかったところなんですけど、まあ結構つまずいちゃったところがあるんで、はい。さて、今日豊田選手にこれはちょっと聞いておかなければいけないんですが、先日の武道館大会で北斗選手を打ち破ったということで、あの試合に関して振り返っていただけますか。そうですね、北斗選手があのノーザンライトボムを封印してたんで、やっぱり対戦する側としてもあのその自分の得意技を封印されたんだったら、もう対戦する側としてはすごい侮辱ですよね。だからその人の持ち技で、あの自分の持ち技で取られるっていうのは一番ショックが大きいんで、自分としてもサイクロンで取られるとショックが大きいと思うんで、だからあえて自分北斗晶選手にノーザンライトボムを使ったんですけど。なるほど。そして今日はジャパングランプリ優勝決定戦ということで、北斗選手に勝った勢いを買って今日は優勝を狙いたいところですね。そうですね、ここで必ず優勝して 3AA シングルに挑戦したいと思うんで、今日は必ず優勝します。しかし相手は堀田由美子選手、なかなか一筋縄ではいかないと思いますが、はい、頑張ります。期待してます。そして青コーナー堀田由美子選手です。さてジャパングランプリ95 6勝1敗トップの成績で通過しました。今日の試合に向けて一言お願いします。そうですね、やっぱりこのね決勝に出るために勝ち残ってきたので、やっぱり今日の勝ちは落とせませんね。そして実は現在 3AA のベルトが JWP のダイナマイト関西選手の腰に巻かれているわけなんですが、はい、堀田選手はやはり関西選手に対しては特別な思い入れもあると思います。そのあたり思いをお願いします。そうですね、ぜひねこう優勝して必ず関西から3AA のベルトを取りたいと思ってるんですよ。だから私にしてはすごくチャンスでもあるし、まあね、やる気も出るっていうか気合は入ってますよ、はい。それでは今日の試合はズバリもう優勝です。期待してます。本日のメインイベントジャパングランプリ95優勝決定戦60分一本勝負を行います。青コーナー180パンス堀田由美子。
フリーダムコース150パンス、トヨタマナミ、レフェリーボブ矢沢。メインイベントジャパングランプリ95優勝決定戦、60分一本勝負、レッドゾーン第1位トヨタマナミ対ブルーゾーン第1位堀田由美子。さて下田選手、はい、まあ、この試合これで、まあ、本年のジャパングランプリナンバーワンが決まるわけなんですが、はい、まあ、予想といいますか、まあ、希望も含めてどのように、まあそうですね、私は、まあ、なんて言うんでしょう、いつもここに上がる人って決まってるじゃないですか。だから欲しいと言えば私が上がりたかったということで。立ち上がり、また積極的にね、この2人は5年前の1990年に決勝で当たってるんですよ、はい、でトヨタがその時優勝しまして、はい、これからトヨタが、まあ、急激に、うん、上がってきたという、はい、で過去ジャパングランプリは2度優勝した選手がいないんですよ、はい、あ、そうなの、まあ、11回目ですけど、でも堀田さんが優勝しても2度目になるんですよね。両選手ともね、昨日武道館であれだけの試合やってまして元気ですよね。すごいですね、しかし、あらららららら、お、これはキックじゃないですか。あ、これは顔面に、まあ、トヨタも実は空手やったことあるんですよね。そうなんですか。あ、入門前に、今日私がですね、うん、新デンジャラスクイーンじゃないかって言ったら、はい、私はそんな人の名前を使わないと言ってましたけど、まあ、夫としてはお前の蹴りを掴んだからレガースみたいに引けろと言いたいでしょうね。でもね、喧嘩ファイトやらしたらやっぱ堀田は A1 に出てから、はい、いつも自信つけてますよ、はい、持ったとしたらこう自分からね仕掛けていかないと、ロープワーク使ったりとか、はい、技術の向上をしたらやっぱトヨタの上ですから、はい、自分の持ってる得意なもので決めるしかないですよね、はい、まずは相手の土俵に上がらないということでしょうか。そうですね、堀田もこれ実は決勝に出る4回目なんですよ、はい、去年は決勝戦がなくて優勝なんですけど、はい、だから今までも本当万年大関ですから、やっぱり横綱目指さないですね、これからは。やはり小川さんがおっしゃったように、エルワイトの堀田というのは蹴りの一つ一つも、おお、そして馬乗りになったのは張り手、実況ですね。ただやっぱりね、同門ですから、はい、ちょっとその辺がね、動きというか遠藤にやったようなとことはちょっと違うんですよね、はい、L1 ではこの LLPW の遠藤瑞希に対して鬼になったこの堀田なんですが、果たして今日あそこまでの鬼になれるか。今まで堀田はどうしても人を寄せたというか、はい、鬼にならなかったわけですよ、この試合はもちろんプロレスの試合で格闘技戦ではなく L1 の試合でもありません。しかしそのルールの中で鬼にならない限りは、鬼になれるかならないかの境目がもしかしたら優勝の行方を分けてしまうかもしれません。トヨタもすごいのはね、相手の技をまた違ってるんだよね、はい、例えば北斗でやれば北斗流にやってしまう、下田であれば下田と流にやってしまうんですよ。正面から、おあとまたアーチャーだけではなくて、最近の堀田からは貫禄というものが非常に感じられます。今のアーチャーのバックドロップは違った意味でね、はい、まあ急降下でしたよ。
スを崩しながらも反撃を転じれる、ねね、今の強さだったら、はい、これでこけちゃうんですよ。それがね違うんですよね。やっぱり一本足になっても反撃に移れるのがトヨタのすごいところ。スペインの前キック、なんかスタートしてますね。あ、不思議なことに例えば今のミサイルキックですとかを見てもトヨタの試合だともう普通に見えちゃうというのが、これがすごくて、いや十分にフィニッシュに、ね、なっておかしくないですよね。でも今回のジャパングランプリ振り返っていまして、はい、トヨタ下田の、ね、30分時間切れの試合、かなり一番ベストバイトじゃないですかね。そうですか、そう言ってもらえると嬉しいですけど。あのコールペンの試合は5分経過、あれは非常にね、お客様も喜びまして私も拝見しましたが非常にいい試合でした。あ、ありがとうございます。まあ、ただ欲を言えばやはり勝ち星が欲しかった、うん、ということなんでしょうが、頑張った割には点数に結びつかなかったんで、はい、まだまだだなっていうふうに思いますね。でも前半戦はね、かなり下田がねやっぱり引っかけ回してくれたんで、はい、そうですか。おっと、ボスコングラブです。やっぱりね、トヨタに勝つには本当にもう見てる方が、はい、やっぱり目を背けたくなるような技でやらないと、トヨタもギブアップしませんからね。だからそのギリギリのね、ラインを突破すれば勝てると思いますよね。そこをどうトヨタが突き崩していくか。キャリアとかあんまり先輩とか後輩とかないですから、このクラスになりますと、はい、トヨタのセコンドはもちろんフリーダムフォースの面々完璧な布陣を引いています。おお、下からの顔面、もう一度ポジションを変えての肩を逆転してますね。これ堀田がね、もう一つね曲げると、腰を曲げると、うん、はい、でも顔つき変わりましたね、堀田はね、うん、そうですね。あ、こんなことを言っていいのかどうか、もしかしたら今の堀田選手にこそ凛という文字が似合うのかもしれません。そう、でも凛々しいですよ。凛々しくなってきましたよね、堀田は、うん、似合いますよね。ちょっと足を踏み捨てて、なんか変わった技ですね。これはどうなんでしょうか。アキレス腱にもダメージあるんでしょうか、あの決め方は。これはね、突然偶然になってしまったのか狙ったのか分かりませんけど、なんか堀田さんにしたら珍しいですよね、うん、珍しいですよね。堀田はでも最近足を痛めてるじゃないですか、うん、結構やっぱ昨日あの武道館でもね、ああいう激しい試合をしてるっていうのもあるし、結構きついんじゃないですか。堀田がコーナーに強体を振りつけて、ボールにキックを見守っているか。国会ブロックですかね、今は。でもそれ国会程度やり返しますよ、思うには。振り付けたところにいるキック。トヨタは多分ね、気持ちの中でね、絶対やってやると思ってる。まあ、やはりトヨタ選手の気性を知ってるお二人からすればそのようちょっと首折れてますよね、うん、今下田選手も危ないと言ったくらいですから、うん、折れてますよこれは、ね、座ったらトヨタだとダメージありますよ、うん、やっぱりこういう、ね、限度を超えた攻めをしないとやっぱトヨタを崩せないというか、うん、はい、うん、そうですよね。向こうもそれなりのことをやってくるんでね、うん、それに目には目をで狙っていかないと、うん、
ただね、やっぱり怪我しないっていうか、うん、やっぱり一戦のギリギリのね、ラインっていうのを、そうですね、それが一番、そのおっと、さらに芝居、その一戦にどれだけ近づけるかっていうのが難しいところなんでしょうね。でもちょっとグロッキーになってますよね、トータイガーの一撃で、うん、大丈夫なんですかね、うん、ちょっと参ってますね、腰にも来てるんじゃないですか、うん、あ結構来てますね、ただ、ね、まあ、ただ一つ言えることは、うん、トヨタは回復クローズが異様に早いんで、はい、明日になるのまたおかげですよね、元気になってるからも不思議なんですよね、あでもやっぱり、うん、ちょっとね、キレが悪いですね、やはり今の状態ではほっかりが効かない、そして10分経過、10分経過、まあ、この10分の中で豊田選手が攻勢に転じていた場面というのはほとんどなかったようにも思います、飛び技で一度突破口をものにしようとするんですがなかなかそれがあって今できましたよね、かなりね、ちょっと動き止まりましたもん、鬼のようですね、顔が、いやでもこのぐらいね、見せたらね、正面突きから何ですか、何ですか、逆さ釣りにしようというのか、今日は堀田はね、不思議な攻めが多いですけど、らしからぬというか、今のは何を狙ったのか分かりませんが、さっきの何ですか、パワーボールみたいなのがかなり、ね、相当来てますね、なんか2段階になってね、うん、うん、かましてますね、ロシアのジャパングランプリルール場外カウンターとの決着はございません、場外カウンターはございません、場内からトヨタ頑張るという声が飛んでいますが、ホッタはそれに対してよしよしよしと、でもトヨタがああやってねダメージ食うのは珍しいというかね、ねえ、うん、あそこまでできる人がなかなかいないというか、引きずってますね、うん、あ今日も掘った隙がないです ね、そして赤コーナーへ、本田アンサルコは倒された、でも今の表情見てますとね、はい、もう回復したのかななんて思いますけどね、はい、やはり残念にはホットをしのぎ切れていなかったのか、ダメージが回復するまでには至っていなかった、これは当たった、しかしこれは駆け上ったところ、捕まった、おっと顔面に張りで一発叩き落として、ミサイルキック、これはね、ある意味で禁じ手みたいな技ですよね、うん、今結構禁止ねみたいなのが前に出たんですよ、試合の中でやっぱり危ないっていうか、あれ円陣をね、円陣出してるんで、やっぱりむち打ちとかなりますよね、うん、やっぱりね、ここ一番で時に出さないと意味がないじゃないですか、うん、最近ね、この体勢でパワーボムで完成
ですよ。周りの波の選手ではありませんから全て呼んで、これは2回それた坂田を抑え込む。それからこの一連の流れの中でもしやと思わせる場面がありましたが、だから一手違いでね敗れるっていうこともありますよね。はい、これはよく見ていたホッター。何かにトヨタが回復力があると言ってもスタミナの差ですね。今のは自らホッターがね、これはまだまだ決めないよということでしょうか。15分経過。首から落ちたような気もしますが、カリビアンスプラッシュからピラミッドドライバーというね、ホッターのねフルコースありますから、はい、切り返してパラを浴びせて、よし、カウンターツー。やはりトヨタマネミ、なかなか油断はできない。トヨタは、ね、一瞬の勝ち方は狙ってないと思うんですよ、うん、あくまでも完全に倒すと、はい、何ですか、びっくりした。おっと、しかしもうトヨタのホッターを蹴り落とした。前に合いましたね、フランチャーかトセコンか、うん、出ましたね。あと席の机を持ち出したということはもうダメだってレフェリーが言ってますけどね。もうやらないと気が済まないでしょう ね。サブみたいな選手ですね。もうお客が望もうと望まないと、これをやらないと気が済まないという。そして準備完了。どうかな、赤コーナー最上段から本田、これはホッカ見ていた足を突き出した。やっぱりここまで時間があればね、ホッカもね無残無残と受けないですよね。そうですよね。何より打って倒れ込むトヨタをリング内へ引きずり上げる。カウンターの状態になりましたから、かなりのダメージがあるようです。そして改めてこれは甘い、そしてそのままファウル。やっぱりこれね、戦う側も見る側も、うん、すごいことに慣れちゃうと怖いですよね。今のもこうないともおかしくないですね。顔面キック後頭部、このフィルムコンビネーションはほとんど格闘戦かと思わせるような見事なコンビネーションです。立ち上がったトレーニングキック、今日はホッタ集中力ありますよね、はい、いつもニューヨークで結構はすかさるっていうか、うん、外すことが多いんですよ、うん、今日はなんか集中力ありますよね。何何何、今指を3本突き上げましたね。ということはトップローブってことですか。ああ確かに読
怖いですよね、ここまで来ちゃうと本当ちょっともう今日冷静ですね、ホッタはね、すごくね。石井さん、20分経過になったんでしょうか。石井さん、ジャパニーズのサイクロンにしたんでしょうか。はい、いやでも連日連夜すごいですね。一瞬ヒヤリとしました。5年前もね、会見の方も、はい、まあ、種類違いますけど、こういった会見の方もホッタに立ってるんですよ。はい、ホッタとしては一瞬の気も許せないところですね。トロピートのセコンドランド、おー、見事、確か去年の公式戦でこれで捉えてるんですよ、ホッタはね、トロピートに。やっぱりこれ本当にね、一手で決まりますよね、一手の攻めで。ポーズを取ったのはトヨタ、そしてジャパニーズのまったいけないから潰した、もう読まれてますね、はい、あとバカだってジャマ、いやでも今までのあのあれだけやられたトヨタのね、何だったんですかね、あの、はい、トヨタの体というのは、またですか。そしてこのやニュートラルコーナーへ、おっと肘が入った、だがしかし、おっと、
やでもすごい試合でしたよ、もう、はい、本当に驚くのは武道館翌日ですよ今日は、はい、そうなんですよね。それでは見事優勝されました、トヨタ真奈美選手に拳なり表彰状の授与でございます。表彰状、ジャパングランプリ195優勝トヨタ真奈美殿、あなたは16選手が参加して行われた全日本女子協会認定ジャパングランプリ95で当初の通り見事優勝、 3WA ランキング1位となりました。ここに表彰状とトロフィーを送り、その栄誉を訴えます。平成1年9月3日全日本女子コミッショナーです。おめでとう。ありました。準決勝並びに優勝のトロフィーが贈られます。続きまして準優勝、堀田由美子選手の表彰状を贈られます。表彰状、ジャパングランプリ95準優勝堀田由美子殿、以下同文。同じ準優勝トロフィーが堀田由美子選手の表彰状を贈られます。準優勝と決勝では内容が違うと思うんですけどねそして第3位は井上貴子選手、井上貴子選手には第3位のトロフィーが贈られます。トヨタ優勝おめでとう。私も優勝してやっぱり関西からベルトを取り戻してきたかったんですけど、でもこれはやっぱり勝負なんで、トヨタは本当に本当にすごい強いレスラーになったと思います。だから今度ベルトを JWP の関西から取り戻してきて、それから私に挑戦させてください。なるほど、トヨタが取り返したベルトに挑戦するということも当然これはありうるわけですね。そうですね、あとは関西が誰を指名していたんですよ、防衛戦の相手に、はい、1を指名するとは関係ないですからね、そうなんですか、はい、ダイナミット関西に締め気があるとはいえ、これで 3WA ランキング1位トヨタ、2位堀田、そして3位が井上貴子というように決定しました、はい、最も近い存在でありますね、トヨタはね、はい、でもかえって関西が誰を指名しても面白いカードになりますよね、トヨタ選手、お疲れ様でした。まずは何より優勝おめでとうございます。まあ、昨日武道館でのすごい試合を終えた後にまたこんなすごい試合をされるとは思わなかったんですが、非常な激闘というにふさわしい試合でしたね。これで 3WA のランキング1位、赤いベルトを再びその手に戻すところまで来ましたが、そうですね、お互いに言われた通り自分が必ず 3WA のベルトを取り返しに行って、それでもう一度堀田さんと戦いたいと思います。
先ほど堀田選手がリング上で言ったように、私が取り返して堀田さんの挑戦を受けるということですか。そうですね、やっぱり今までまだどこかで自分は認められてないところは堀田選手とかにもあったんですけど、今日それで認めてもらったってことで、もう自分が堂々と 3AA シングルを取り返しに行ける位置まで来たんで、必ず取り返します。期待してます。おめでとうございました。